シティズンズメディア宮崎 CNN。 はい、こんばんは。あれ、大丈夫かな。9月14日金曜日午後10時31分を回りました。ヨンゴヒンゴな夜第499回です。はい、あと一つで500回というところまでやってきました。まあほとんど毎日放送すれば、まあ、いつかは達成する数字なんですが、ここまでよく頑張ったなというふうに、まあ、自分なりにも思っているところなんですが、今日もね、頑張っていることがあるんですよ。それは脱原発寝だけウォーク、これも今日で10回目、10週間目ということになってくるんですかね。保守色の強い寝だけにあって、まあ、個人参加で、こういった、脱原発の抗議行動を起こすといったことは、これまで宮崎県の歴史の中でもそうなかったんではないのかな。あ、昔はほら、鹿児島県に併合されてから、まあ、それまた宮崎県に分権した分権運動、まあ、昔はあったんでね、まあ、分権運動に次ぐぐらいの、まあ、大きな市民の県民の動きではないかなというふうに思っておるところでございます。今日はね、国民の生活が第一の富山いつき参議院議員。僕ね、バカだったですね。今日、県庁記者室で、国民の生活が第一の、宮崎県連、設立記者会見があったんですが、まあ、僕は県政記者クラブには入ってないんで、情報は、事前には入ってこないんですが、Facebook で知ったんですね。で、それも、記者会見が始まるちょっと前に知ったんで、間に合わなかったんですけど、その後、富山議員の方が、夕方の集会に参加しますって言われたんで、あ、脱原発ウォークにいらっしゃるんだ、ということで、早速も Facebook で取材を、申し込んだんですが、まあ、気さくな方で、まあ、いいですよ、ということでね、まあ、県庁の噴水広場で、2分ぐらいインタビューをお願いしました。まあ、結構びっくりしたのが、626人のサポーター、党員の皆さんがいらっしゃるということで、お、すごい勢力になってるんだなと思ったんですね。うん。ついこの間、まあ、民主党県連から脱退者が出ますよ、みたいな、情報というか、報道があったんで、どのくらいの規模で宮崎県連を作るのかなと思ったら、626人の党員、サポーター出すそうです。結構まあまあ、勢力的にはあるのかなと思うんですが、まあ今後、どういった方針で国政選挙に出てくるのかということを、まあ、最近、マスコミは全く報道しなくなったんで、逆に報道しない分、国民の生活が第一も動きやすいのかなっていう気はするんでね。まあ、期待はしておるとこです。まあ、その、富山議員も今日一緒にウォーク、宮殿前までウォークされて、その後の宮殿前での終わりの会、集会も最後までいらっしゃいましたね。そんで、まあ、最後に今日のご感想のインタビューを行ったんですけど、やはり、富山議員もおっしゃってましたね。なんでこんだけの動きになってるのに、マスコミは取材に来ないのかっ
宮崎県民の方々が個人レベルで腰を上げてね、こんな風にして変えていかなければいけないという動き、流れっていうのを、なんでこれをマスコミは取り上げないんだということと、あと若い方々にもっと参加してほしいということを訴えられておりました。まさにその通りで、なんでマスコミは取材に来ないのか、まあスポンサーの手前もあるかと思うんですが、スポンサー云々ではなく、市民運動としてね、こんだけ10回も続いているっていうことは、さっきも言ったように、これまでなかったわけであったわけで、なかったわけで、これからも続けていくっていうことはね、ちょっと、もう少しマスコミでも取り上げられてもいいんではないのかなって僕はもうずっと以前から思ってます。一回民放が取材に来ましたけど、その後全く来ないですね。まあ、映像の素材が欲しかったから来たんだろうなというとこだと思うんですけれど、まあ、UMKNHK は全く反応ない。ましてや、新聞社、誰も来ないですね。宮日をはじめ、毎日、読売、朝日、日経、共同通信、全く来ない。怖いぐらいというか、なんだろうって、一体何がマスコミで起きてるんだろうというぐらい、何も来ない。鹿児島とか、寄せの県では、マスコミの対応はどうなんでしょうね。何か意図して伝えたくないのか、スポンサーの手前、やはり困るのか、全くそれ、逆に、マスコミに、この件に関して、取材を申し込みたいな、というところではありますね。そんで、まあ、国民の生活が第一、まあ、小沢さんがインターネットをどんどん利用している状況なんでね、もし県連の方からネット中継してほしいという依頼があれば行きますんで、富山県よろしくお願いします。ちょっと今日も音声は途切れませんけど、映像の方がちょっと途切れますね。申し訳ありません。ですんでね、まあ、中継はできるんですけど、ちょっと、機材を揃えていかないといけないかな、というところでございます。まあ、本当、10回続いた、まあ、これからも、続けていくと思うんですが、ほんとね、日没が早くなって、終わりの回、宮殿前での終わりの回は、ほんともう、暗い中で、行ってるんですよ。まあ、スマートフォンは内蔵のカメラによって結構明るく映ってますけど、肉眼で見るともう真っ暗けなんでね、もうこれからはちょっと開始時間を10分ぐらい早めるとか何かしていかないと、ちょっと夜が怖いよなという方もいらっしゃると思いますんでね、まあ、その時に考えていくでしょう。うん。はい。今日は70人ぐらいの参加がありましたということで、先ほど、Ustream の生中継の映像をそのまんま YouTube の方にもアーカイブアップしましたんで、どうぞご覧ください。で、別途、富山議員への、インタビュー2分ぐらいにまとめて、先ほど YouTube にアップしました。またこれから、記録用の映像、まあ、この記録用の映像も、まあ言ったようにビデオカメラが壊れたんで、このデジカメの、映像で、撮影したので、いわゆるハイビジョンではございませんが、これから、編集をしてまた YouTube の方にアップしたいと思います。もう画像とかね、もう関係ないと思います。記録に残すっていうことが大事だと思いますんでね。これからも機材にこだわることなく、どんどん記録を残していきたいと思います。
ということで、まあ、今日はね、今日の、そう、今日の脱原発ウォーク、結構政党人、政治家の皆さんが頑張ってました。国民の生活が第一の富山議員が発言したら、はいって手が上がったのが、共産党次期衆議院議員候補の松本隆さんが、発言されました。そんな風に、どん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 政治家が前に出て、リーダーシップを発揮したり、話をしたりして、僕ら一般市民をリードしていくという風にやっていかないといけないと思うんですよね。あと、野党の皆さん、来ませんね。自民党、来ない。社民党も来ない。あとどこだ？みんなの党はないか。うん、民主党はもう来ないと思うんだけど、他の政党の皆さんが全くやってこない。あと県議会議員も来ない。市議会議員も来ない。まあ、何考えてるんだろうというよりも、この脱原発ウォークはうまく利用すればいいのにな、というふうに思ったりしているんですけれど、パフォーマンスができないのかな、というところですよね。うん。だから、なんというか、まあ、これで、現役の、国会議員さんにも、この宮崎での脱原発ウォークを見ていただいた、注目されていくだろうと思います。またね、マスコミとかに対する圧力というか、そういったことも少しはできたのかなと思ってますし、僕のような市民メディアの存在意義が高まっていくのではないかなというふうに思っております。まあ市民メディアってそう、肩意地張ってやる必要はないと思います。今日も僕に質問があったんですけど、あとお一人、僕よりも立派なビデオカメラを持って撮影している方がいらっしゃいます。皆さん、勘違いしてました。あれ、お仲間ですか？って僕に聞くから、いや、違いますよ。個人の方で、趣味の範囲で、趣味っていうか、まあ、撮影をしたいということで、個人の資格で参加されてます。まあ、その動画を YouTube にアップしてます。まあ、僕の方が、中継者求むということで、Facebook、Twitter でね、脱原発ウォークのことをどんどん中継してって訴えたので、まあ、それに反応されてきているんですよ。この前はね、iPhone で撮影されていた若い方もいらっしゃいますんで、もうどんどん遠慮なく、まあ、最低限主催者の方には、撮影します。よろしくお願いします。ということを一言言ったりするのは必要かなと思うんですけど、あとはもう肖像権の問題とかありますんでね、そこをクリアしながら、どん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 撮影していって、で、YouTube なんかで流して良いかと思います。そんで、市民メディアだって風にして、肩意地張ることはないと思います。本当も昔に比べると中継というのが iPhone とかスマートフォン一本でできるんでね。だったらみんなが持っているスマートフォン、iPhone でどん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 中継しようよということ。だから僕が撮ってないアングルから撮影するとどんな風にこのデモが見えているのか、いろんな方々のアングルでデモの様子を見ることができる多元生中継というやつになると思うんですよね。だそこには勉強してから中継しますというのは勉強はいりません。ただもうスマートフォン、iPhone に中継用の Ustream のアプリを導入して Ustream の ID、パスワードを登録して、まあ、自分の番組のページを作ってね、そこにどん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 中継映像を流していく。またツイキャスでもできるんでね。まあ、そういうところに登録してどん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 流してあげると良いかなと思います。あのね、多分この金曜日は
他の都道府県でも抗議行動をやってるんですけど、どっかのサイトに、例えば日本列島の地図があって、都市名をクリックすると、まあ、そこの映像が流れちゃう。多分、ほとんど午後6時ぐらいから抗議行動を行ってるんでね、そこをクリックすると、ガバッとウィンドウが開いて、今、ここでは、何人の方が参加して抗議行動が始まりました。こちら、鹿児島ではっていう風にしてね、見ることができると非常に面白いなという気はするんですよね。そういったサイトを、作っていただけると、なんか面白いなという気もしているところでございます。まあ、IWJ さんも頑張っていらっしゃるんでね。まあ、僕も本当は、勉強して、IWJ さんのお手伝いをしたいなと思っているんですけどね。なかなか難しいというか、僕が難しくしてるのかもしれませんけれど。なんかね、というところですね。まあ、IWJ さんの方が、まあ、東京の拠点を一箇所にまとめて、統括して、指示が出せるようにしていくっていうようなお話もありますんで、それができると、まあ、スムーズにご協力もできるのかなというふうに思っているところでございます。はい、ということを、続けることによって何かを変えようというよりも何かが変わっていくということなんですね。本当、何かを変えたいために動いていってるんですけれど、それは地道にコツ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 やっていかないと変わっていかないんだということ。そこに気づけば、もうおのずと、よし、続けよう。頑張っていこう。というような気持ち。70人も、80人も、100人も人が集まると、また会いたいな、という人もいると思うんですよね。まあ、そこで、まあ、人間同士の横のつながり、まあ、政党とか考え方を超えての横のつながり、いわゆる連帯ですかね。生まれてくる。また新しい方も、参加してみたいなっていう方もやってくる。結構ね、女性が多いですね。やっぱり子供さんとか、結婚して子供を産んでっていう関係があるんで、まあ、女性のパワーっていうのはすごいなと思いながら、参加しているんですけれど、今日はね、なんだろう。何人か仕事帰りの方も、そのままカバンを持って参加されてましたね。こんな風にね、ふらっと飲みに行く前に、ちょっと、ダイエット代わりに歩いて、大声を出して、おーと言おうか。その勢いで飲みに行くって方もいらっしゃいましたね。だから、目的は飲みに行くことであっても、まあ、その前に飲みに行く話題作りとして、こういった、抗議行動に参加するのも面白いかもしれません。で、この前なんか、高校生が横断歩道で大きな声で僕らに、頑張ってくださいっていう声も出たんでね。まあ、そういった高校生なんかも制服で 参加できれば、また変わった動きが出てくるのかなっていうふうに思っております。下はワンちゃん、赤ちゃんから、上は何歳ぐらいだろう？ 80 代の方々までいらっしゃるのかな。いろんな方が参加されているっていうのが、ここ、宮崎で行われているっていうことは、本当意義深いものがあるかと思います。そんでね、また来週も、参加したいと思いますし、僕も続けて撮影記録を残していきたいと考えております。はい、ということで、さっきのことと、情報が入ってきたりしていたんですけど、もう大丈夫かな？ Facebook ですね。はい。
ちょっとなんか、Facebook のメッセンジャーでご相談いただいたことがありますんで、まだここでは、お話はできませんけれど、また明日以降、詳しいことが判明すれば、お話をして注意喚起を促したいと思います。こういったことは、本当は大手マスコミがやっていかないといけない問題なんですが、全くマスコミは取り上げない。しかも10月以降、いろんな法律が変わっていく。改正著作権法が10月に施行。11月にはサイバー犯罪条約が発効するというふうにして、国会で通った法案が法として施行される。どんな法律が国会で通って、いつ施行されるのか、どうなっていくのか、ということは、マスコミがきちっと伝えていかなければいけないんですが、伝えませんね。バカな自民党総裁候補の一人が、サティアンと言ったことが、ずっとその日の話題になっているって、なんだろうかな、と。サティアンと思ってる連中は、サティアンでいいんですよ。ね、なんで今でもサティアンって発言するのかっていうことは、もう彼らがサティアンに関連していたから、そう言うんですよね。まあそういった人はもう、失言をする人は、もう代表にも総裁にもなれませんし、ましてや総理大臣にもなれませんのでね、どん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 失言していいと思います。失言したことを、いちいちマスコミが取り上げることもなく、もう放置プレイでいいと思いますよ。あなたそういった人間なんだね。さてやんって平気で言うんだね。はい、おしまいっていう風にして、もう何もね、取り上げない。放置しておけば良いと思いますよ。なんかちょっとマスコミ、なんでそういったところばっかりに注目するのか。なんか変ですよね。もっと一般国民、一般市民が今何やってるのか、どう動いてるのか、そっちの方にもっと注目してほしいと思います。はい。あまりぐだぐだ言うと愚痴になっちゃいますんで、今日の放送、この付近で終わりにしたいと思います。またこれからもね、多分今日夜遅くなると思うんですが、動画の編集、あといろんな調査をまた行いたいと思います。はい。4語頻語な夜、第499回、この付近で終わりにしたいと思います。また明日、土曜日なんですが、飲みに行くこともなく、同じ時間帯に放送しますんで、またお時間がございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。それでは、失礼します。